では、次にちょっとざっくりと工程の部分を教えていただけますか。はい、はい、じゃあ、作業がそこそこあるので2日に分けてやるとこう落ち着いてできるかなと思うので、まず、1日目に、ソミュールですね、鶏肉をつける、塩が入った液体ですね、はい、を作ります、はい、マリネする液体、ソミュール液を作ります、で、あと初日にもうジュドボライユを作っちゃいましょう、ソースのベースになる鶏のソースですね、はい、今回だしみたいな感じで使うんですけど、それを、作っちゃいます、はい、で今回はスーパーでもよく売ってる手羽ですね、ゼラチン質も程よくあって、手に入る鶏肉の中で一番こう美味しい汁が取れると思うので、この手羽とあとは白ワインとか、ブランデー、ちょっとだけトマトペーストとかを使って、汁を取っていきます。はい、であと初日にもう一個やるのがビエノワーズですね、バターとパン粉、今回はそこに、紅生姜とかごまとか普通入らないんですけど、そういうのを入れてこうチキン南蛮に寄り添った感じのビエノワーズを作っていきます。でこれをシート状にするのももう今日中にやっちゃいましょう。そしたらまあ明日結構落ち着いてできると思います。はい、で2日目、10度ボライユが取れてると思うので、そこにこれ砂糖ですねとお酢です。これで、さっき言ったソースガストリックですね、キャラメルを作って汁を入れていく、であとはオランデーズソースですね、はい、卵卵黄をかきたてて、バター溶かしたバターをこう加えていって、レモン汁で味を整えるみたいな感じの、はい、ものを作っていきます、はい、で そこまでパーツができたらもうあとは、鶏肉を火を入れて盛り付けをしていくっていうような形になります。これは1日にまとめたい場合はできるものですか？はい、全然できます。そんなにソミュールもめちゃくちゃ長時間つけなきゃいけないっていうわけではないので、午前中につけて夜ご飯で食べるとかも全然 OK です。なるほど、はい、分かりました。こう1日にたくさん詰め込んじゃうと疲れる人は2日に分けてやってください。1日でも全然できる料理です。はい、分かりました、ありがとうございます、はい。